ット市、1963年頃。アイテム番号、SCP-2419。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、フェンスによる半径 15km の円形境界線が SCP-2419 の周辺に確立されています。この境界は機動部隊ベータ、7、まず防止点、によって私有地と指定されます。1日1回、機動部隊ベータ、7は財団の技術者たちをユニット C へ同伴し、6機ある焼却炉のうち1機の保守点検を行います。各焼却炉が1週間に1回は整備されるようにするため、彼らは交代制スケジュールに従わなければいけません。この点検中を除き、すべての炉は常時点火状態で稼働させ続けます。補強された鋼鉄製ハッチが各焼却炉の3箇所にある排気シュートの上に溶接されています。これらのハッチはボルトと留めして、施錠状態に保ちます。ユニット C の焼却炉の外部で発見された SCP-2419-A 個体は、コンクリートに沈め、無期限収容地点へ輸送します。ユニット A、B、C のモデル。説明、SCP-2419 は、アメリカ合衆国コロラド州サマー、スプリングスから北に 75km の場所に位置する製油所及び廃棄物処理施設です。当施設は1954年、有害な廃棄物、主に医療廃棄物、の焼却と長期保管を目的として財団に建設されました。施設が1975年にいくつかの異常性を示し始めた後、制御下の避難が行われました。施設は3箇所のユニットに分かれています。ユニット A は地層処分による異常廃棄物の長期保管を受け持っていました。ユニット B は送られてきた廃棄物を受け取り、処理していました。ユニット C は非異常性の廃棄物を焼却処分していました。SCP-2419-A 個体は、ユニット C の焼却炉内部に発生する人型実態を指します。SCP-2419-A 個体は異常な再生能力を有しており、死亡することがありません。個体は典型的には排気シュート経由で焼却炉からの脱出を試みますが、各焼却炉の熱は個体の進行を早期に食い止めるのに十分な効果があります。SCP-2419-A 個体は意思疎通を行わず、自己防衛本能が欠如しています。個体群はお互いには関心を抱いていないように思われる一方で、個体以外のあらゆる知性体に激しい敵意を示します。アクセス SCP-2419 事案1ログ。ホイ 2419.1。発見。事案ログ。事案。2419.1。発生日時。1975年05月21日。焼却炉のシュートのうち1本を登る、完全焼却寸前の SCP-2419-A 個体。ユニット C を稼働させていた労働者らが、焼却炉6機すべての廃ためから叫び声が聞こえると報告した。短い調査の後、サイト管理官は4号焼却炉の燃焼装置の火を落とすよう命じた。数十体の深刻な燃焼被害を受けた実態が即座に焼却炉の排気シュートから出現し始めた。実態群は財団職員を廃ために引きずり落とそうと試みた。サイト管理官は直ちに現地機動部隊チームに対し、すべての敵対的実態を収容するよう命じた。実態群が再生能力を持つと断定されると、サイト管理官は機動部隊チームに、高圧蒸気噴射器を使って実態群をシュートへ押し戻すように命じた。すべての炉の燃焼装置が再点火され、4号焼却炉はそれ以上の問題なく稼働を再開した。事案発生中に、機動部隊チームは実態群のうち5体を鎮圧、捕獲した。これらの実態はさらなる研究のため、サイト外部へ移送されている。アクセス SCP-2419 インタビュー109ログ。音声ログ。日付。1976年07月21日。対象者。SCP-2419-A 個体、SCP-2419-A、
5。質問者、ウォーレン博士、中期、SCP-2419-A 個体は害して敵意を示すことから、インタビューは通気穴の開いたガラス壁を挟み、武装警備員1名の監視下で実施された。記録開始。おはよう、午後。柔らかい作業な音。なあ、そうして腕の肉をちぎり続けていたらいつまで経っても治らんぞ。柔らかい作業音が続く。君が話せることはわかっているんだ。君が笑っているのを記録してある。柔らかい作業音が続く。なぜ私たちと話そうとはしないのかね。柔らかい作業音が続く。君の考えを変えるために何かこちらでできることはあるか。柔らかい作業音が続く。いいかね。あるものを持ってきたんだ。柔らかい作業音が止まる。写真だよ。君の家族のね。昔の、君の名前がジョンだった頃、君が D クラスになる前のものだ。覚えているかね。沈黙。君には妻がいた。二人の息子が、まだ赤ん坊の女の子が。沈黙。優しく、覚えているかね、ジョン。近づきすぎないように。大丈夫。彼も思い出し始めたようだ。ジョン、覚えているかね。沈黙。優しく、ジョン。これは君の。物がひび割れる音。何を。ガラスの割れる音。畜生、この。叫び。迅速な、湿った戦士音が繰り返される。ゴボゴボという音。対象者。笑い。銃声。記録終了。中期。インタビュー中、SCP-2419-A5 は自身の左腕に開放骨折を負わせた。対象者は頭骨のとんがった先端でガラス壁を破った後、同じく骨を用いてウォーレン博士の両目及び顔面を幾度となく刺突し、致命傷を負わせた。アクセス SCP-2419 メモ221ログ。メモ、日付、1978年02月19日。フロム、ジェニングス博士、D.O. ブレンウィック博士。君の要請を受けて、我々が交流している5体の実態についても6ヶ月評価を終えた。ここに来る前、私は刑務所の精神科医だった。出会った全ての人々には苦痛と悲哀に満ちた物語があった。ある時は、それらの物語は彼らを苦しめた苦痛に関するものだった。またある時には彼らが及ぼした苦痛に関するものでもあった。状況によって引き裂かれてはいても、そこにいる皆に美しい魂があったのだと感じた日もある。彼らのうち何人かが成した所業を知り、彼らがそのために収監され苦しんでいるのを心のどこかで喜んだ日もある。しかし毎日の終わりに、私はいつも自分にこう言い聞かせた。彼らは皆、人だ。彼らは皆、人間なのだと。彼らは皆、他の皆と同じように尊厳を持ち、尊重され、愛されるに値すると。例外はない。ジェレミア、私がこんな大層な話をしたのは、今から言うことを軽く取ってはもらいたくないからだ。あいつらは人間じゃない。人の形をした怪物だ。奴らは精神病の定義云々の範疇をはるかに超えている。奴らがやることは何もかも、痛めつけ、傷つけ、殺すための行為だ。私は奴らに同情を寄せたかもしれないが、それは同情するだけの価値があってこその話だ。穴に切り込んでコンクリートで埋めろ。それよりもっと良いのは、発見された焼却炉の中に戻してやることだ。奴らは気にかけもしないだろう。ダニエル、ジェニングス博士。ホイ 2419.2、歴史。アクセス SCP-2419 ファイルスピーチログ。音声ログ。日付。1961年05月9日。対象者。ウェスト博士。中期。以下のログは、ユニット B に新たに到着した研究者に向けた、ウェスト博士のオリエンテーション、スピーチの録音である。記録開始。咳払い。さて、君たちの中に信心深い者は、いるか？いない？よろしい。良いね。実に良い。神様に思うところはないが、私がこれから話す事柄は、ああ、敬虔な人たちとは必ずしも馬の合う内容ではないのでね。は。沈黙。髪をめくる音。よし、それでは。君たちも気づいているだろうが、ユニット B の受け持ちは到着した D クラスの遺体の取り扱いが、ユニット A またはユニット C へ送る前に、それらが異常性を帯びているか否かを判断し、ちょっとした、ああ、いわゆる、前処理、を施す。今日はここの部分を軽く話すとしようか。スライドを頼むよ。
カチッという音。さて、君たちは皆。カチ。失礼、スライドが違う、スライドが。カチ。これだな。さて、君たちは皆、人間の脳には精通しているはずだな。これがそうな。そしてまた、人間の脳が災難に対してどれほど多くの難題を突きつけているかにも詳しいだろう。カチ。それを制御するため、私たちは記憶処理薬を使う。しかし記憶処理薬は、ああ、記憶処理薬は難しい。あれがどこから来ているのかをはっきり知っている者は誰もいないが、相当額の費用がかかっていることは誰もがよく知っている。その上あれは、ああ、あまり良くない。ハンマーを使ってトゲを抜こうとするようなものが。短い笑い。カチ。もし内暗があると言ったらどうする？目と鼻の先にずっとあった記憶処理薬の一種。より安く、安全で、負の副作用はごくわずか、そしてはるかに正確な。カチ。つぶやき声。この画像も刺激的な、ああ、刺激的な性質が不穏すぎなければ良いんだがね。はし。しかしここにいるのは皆科学者だからな。カチ。人間の脳は、ああ、人間の脳というものは、比較的よく保存されている限り、後に一定の残差を残すということが明らかになった。私たちが抽出し、ああ、生成できるものを。カチ。この残差は、十分新鮮な死体の精神から、見立てさせる、ことが可能な、記憶の、上流、なと考えてほしい、私たちの最も幸福な記憶のな。私たちが慰めを最も必要とするとき、それをもたらしてくれる人生のあらゆる部分、私たちを優しく親切にする要素。カチ。ここに映っているのが、後に残っているものが、煮沸のプロセスは非常に重要な、さもないとこの役に立たない付着物を一緒に注視移してしまう。カチ。さて、これらの生成された上流物の全てを一緒に結合させて均質化することにより、ああ、うん、ある物質ができる。それを適切に処理して、標的催眠療法と組み合わせれば。カチ。正確な記憶、特定の記憶を除去できるというわけだな。私たちはその記憶とこの、いわば、幸せスープ、を入れ替える。彼らの精神はスープを使って新しく、快適な偽の記憶を作り上げる。ギャップを埋める。カチ。要するにこうな、たとえ死んでも、D クラスは私たちを支援する。世界を支援し続ける。カチ。さて、君たち全員。質問がたくさんあるだろうから喜んで受け付けよう。一度に一つずつで頼むよ。記録終了。アクセス SCP-2419 メモ64ログ。メモ、日付、1974年06月12日。フロム、ウェスト博士、ディオー、ハモンド博士。ギム、私は一人の研究者、同僚。友人として君をただ尊敬している。だから、消えて失せろという時も私が一体どういうことを言いたいのか分かってほしい。私を通さずに上層部とこの件を話したがる君のしつこさには飽き飽きしている。プロセスが死体を異常物に変えることはない。先月の議案はまぐれあたりな、テリーは間違いなく、上流プロセスを始める前に死体が異常であることに気づき損ねたんだろう。彼はずさんだった。安らかに眠りたまえ、それだけのことな。皆は面と向かってこれを伝えるのを怖がっているので、私から直に言わせてもらう。去年になって宗教に目覚めて、以来、君はますます一緒に仕事をするのが耐え難い人物になってきている。百歩譲って君が正しいとしよう。だからどうした？彼らは死んでいるんだ、ギム。位牌の山に、十分幸せな。考えが残っていたかどうかなんて心配しなくとも、この地上にいる私たちには問題が山積みなんだ。君を他のサイトへ転任させることにした。逆らうべきではないと強く勧告する。ウェスト博士。アクセス SCP-2419 メモ68ログ。メモ、日付、1974年0月13日。フロム、ハモンド博士、ディオー、ケリンガー博士。
あなたはいつも私にとても親切でしたね。ありがとうございました。昨日、私はリー、263175の死体を処理しました。妻を殺害して死刑判決を受けた男です。私は、彼が病院のベッドで死にかけている妹の手を握って過ごした6時間を蒸発させました。息子が最初の数歩を踏み出した時に感じた誇らしさの高まりを蒸発させました。彼の母親が見せたことのある全ての優しさを蒸発させました。彼女の冷酷さと虐待しか残らなくなるまで。私はあらゆる喜びの瞬間を取り去りました。そして、絶え間ない悲惨と苦痛と怒りに満ちている人生を軒に残しました。財団がリークラス職員の犯罪者層から徴用している理由がわかりますか、ショーン？誰も私たちを止めないからです。誰も気にしない。刑務所は取るに足らない人間が集められる場です。犯罪者とはそういう者たちであろうとあなたが想像するような怪物しか残らなくなるまで、彼らの人間らしさが削ぎ落とされる場です。しかし、どれだけ私たちがそうしようと取り組んでも、そこにはいつもわずかばかりの謙虚さが残っていました。私たちには手の届かない欠片が、彼らには残されていました。今までは、です。私たちは成し遂げました。D、263175はついに人々が思い描く怪物になり果てました。私は彼の人間性を、最後の名残までも焼き捨てました。今、私は彼の死体をユニット C へ運び、残りを焼き捨てようとしています。残されたものが燃えてくれるよう神に祈ります。もうここに入られません。申し訳ありません。あなたもまだ可能なうちに出ていくことを勧めます。ハモンド博士。新着メールが一件あります。from、オペレーターリチャード、マドックス。DO、サイト管理官ブラウニング。サブジェクト、ユニット C 焼却炉。レイも素敵な鋼鉄発揮だけでは不十分だ。いいか、いい加減ここでカッサンドラよろしく不吉な予言をするのも疲れてきたが、農協は芳しくない。石油バーナーを燃料ガスに切り替えた頃から、奴らが限界質量に達することはほとんどなくなった。何かあるとすれば技術者がミスを犯すか、あるいはバーナーがついていない時間が少々長すぎる場合だ。ああ、焼却炉には大きな穴がある。ああ、もし十分そこを厚くしておけば、人間の脂肪は燃焼してあんたの仕事を半分まで終わらせてくれるだろう。だがそんなのは、肉が煙突を詰まらせるのに十分な量まで成長したら何にもならない。もしそんな事態になれば肺が吸われていかなくなる。よほど運が良くない限り、酸素の排入予期なしでバーナーを稼働させ続けることは不可能だ。俺たちはそんな風にして焼却炉を6基全て失う羽目になる。で、それはいつ起こるか？奴らはいずれ帰ってくるぞ。一人も来らず。焼却記録を改めさせてもらった。5号焼却炉だけでも3000人以上のリークラスの死体を処分している。合計すると、奴らは1万体はいることになる。あっという間だ。全員、再生能力がある。全員、あらゆる幸せな記憶が蒸発させられている。全員、20年分の新しい記憶、それも概ね俺たちから火あぶりにされた記憶を持っている。俺は財団で15年以上働いてきた。数多くのリークラスが数多くのむごい死に山を晒すのを見る届けてきた。だから、人が恐怖や苦痛の叫びを上げているのがどんな風に聞こえるか多少はわかっているつもりだ。SCP-2419 の連中は恐怖や苦痛で叫んではいないんだよ、ブライアン。そもそも叫んですらいない。奴らは笑っている。